おはようございます。スリコー TV です。これ、ザックロールのですね、ヤジロベジュニアっていうことで、あのね、アダスタの人気のヤジロベシリーズにジュニアサイズが出たっていうことで、どんな感じのルアーかね、早速見ていきたいと思いますが、こういうね、結構ね、小粒なザックロールね、こういう、まあジュニアサイズですね。結構ね、小型でカチッとした感じの面白い羽物なので、開けてみていきたいと思います。こういう感じで、はい、出てきました。この小さいボディにね、結構大きめのね、まあなんつうのかな、羽、このバランス感いいな。で、専用のまあこうリグがついていて、結構カチャカチャ、楽な感じで、こうね、ここら辺のアピールも満点そうね。で、まあ、ボディはですね、ザックロールのヤジロベなんで、結構ね、これ水中にちょっと入り込んで、で羽でね、でこの羽が結構厚手のこういう羽なので、すごいね、アピール力満点でっていうのがオリジナルサイズだったんですけども、このクワセの小さいボディサイズね、これいいんじゃないかな。で、この透明カラーなんでシルエットとかもぼやーっとしてね、いいかな。で、オリジナルサイズとどういう感じでサイズ感が違うかってね、そこら辺も見ていきたいと思うんですけども、ヤジロベはね、オリジナルサイズもこうやって持ってるので、はい、あのね、全く一緒っていうわけではないんですけども、羽がちょっと小型になってるんだけど、やっぱこのボディに対しては相当大きめな羽がついてるな。それはね、あのオリジナルモデルのこのね、ザクロールヤジロベも、このずんぐりむっくりなボディの長さに対したら相当巨大な羽がついてるな。これがまたアピール満点なんですけども、結構ね、こういう感じですけども、小粒になったんだけど、なんつうのかな、このやっぱり羽がすごい、アピールしてくれそうってね、こういうバランス感のね、そういう羽物でございます。じゃあね、重さの方も測っておきたいと思います。このオリジナルサイズのまずね、ザクロールヤジロベ、これがね、何グラムだったかっていうと、41.3g って出ましたね。結構ね、ずんぐりむっくりだけど、この体高のあるボディで非常に重い感じのね、まあ遠くに飛ばしやすいね、そういう遠距離戦羽物って感じだったんですが、これがジュニアサイズになると 18.9g って出ましたね。およそもう半分ぐらいね、見た目以上に重さではもう半分ぐらいになっちゃってるんだなっていうね、その分ちょっとこの虫っぽい使い方なんかにも対応してくるんじゃないかなっていうのが あって、これね、20g 近くあるから、でもね、体高がある、20g にしてはなんか小型に見えるんですよね。小さく見えるっていうことで、まあ房総の、そうですね、ダム湖とかで、最近ね、セミもミン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 鳴くようになってきたので、そんなセミの鳴き声が聞こえたら、こういったちょっと小粒なサイズのね、やつをオーバーハングの奥に入れて、でただ巻きっていうよりも、まあ一点シェイクでこうずっとモジ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 さしてね、シェイキングして、それでもってガバチョってね、出してみたいな。投げやすそうだから、まあベイトフィネスじゃなくても普通のベイトタックルでね、うまいこと投げ込んでいけるんじゃないかななんて思いますので、で、まあこの造形の方はね、アダスタ特有のすんごい細かいね、エラになんか穴が開いてたりするんですけど、こういう作り込みのルアーなんで、ちょっと小粒で新しくて、なんか今までと違う羽物をね、投げてみたいなっていう方は、このヤジロベジュニアね、手に取ってみたらいかがでしょうか。ということでね、本日の釣りコー TV はこちら、アダスターのですね、ザックロールヤジロベジュニアね、これを開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。